こんにちは、アルタクマです。今日は、ものすごく長いなら、まあ、感じですね。なんですけど、ちょっとお聞きください。ラジオタクです。では、行きます。最初、プライベート
チャーハンの技術で始めよう、調べます。誰も知らねえか。はい、次いきます。ラブリーフード。Thank you.
くて僕はだけあったわけじゃない。心切る針の紙が動くように君はただただ弱気です。ただ抱いている東京タワーもなんだか近くに映るよ。きっとゴールデンになるざわめきはいくつものように越えてゆく季節の声。聞いてる
るけど駅前バス通り見慣れた街は暗そうな僕らを包んで揺れるただの偶然がなく出会ったこの世界で冷たい頬を寄せて同じ空を見上げてる明日を振り締めて僕らは行く間違えない季節の予感乗せて二人の幸せが募るように今夜雪が降りだす西の沈めるバイハー僕に臆病な君を抱きしめてゆける強さ感じていたい切ない夜の中腰に返そうよ明日は今日より日々を告知するはず君が僕と倒れる当たり前のことにも大切に思いたいが全てになれないように景色は少しずつ変わってゆくそして僕らもいつか大人になる悲しい時こそのテーマ素敵な君寂しげに
ありがとうございました。ありがとう。